皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校4年生国語漢字の組み立ての内容です。今日の目当てです。大まかな意味を表す部分にはどのようなものがあり、どのような意味を表しているのかを知るです。この前の動画で冠というのを学習しましたね。この冠という部分にはたくさんの種類があります。今日はそれらについて学習をしましょう。では初めの活動です。大まかな意味を表す部分についてそれぞれの部分の名前を書きましょう。それではここで動画を止めてワークシートに記入をしましょう。それでは答え合わせをしてみましょう。冠にはこの4種類がありました。浮かんむり、草かんむり、竹かんむり、雨かんむりです。次は足です。これは心、これはレンガです。次はタレです。これはまだれです。次は尿です。これが心尿です。次は構えです。これは国構えです。これは門構えです。次の活動です。次の部分はそれぞれ何に関係のある漢字を作っているのでしょう。自分の考えを書きましょう。ワークシートに自分の考えを書きましょう。ここで一度動画を止めてください。それでは答え合わせをしましょう。これは竹冠です。竹で作られたものを表す漢字に使われています。これはレンガです。レンガは火を表しています。火が燃えることを表す漢字に使われています。これは神尿です。神尿は行くとき、進むときを表しています。最後に振り返りをしましょう。2つの観点で今日の学習を振り返りましょう。自分の考えたことも書けるといいですね。